ははい皆さんこんこにちはレクセン小木原です本試験までですねもう1ヶ月ないんですがこの時期、皆さん何やるべきかですね自分でや,まわってやっちゃダメですやるべきことは直前まで同じことをしてください、卓一もそうだし記述もそうなんですけれどもですね直前期だからって言って新しいことをやらない今までやってきた勉強が一番正しいんですですから記述問題、ですねもう当然皆さんお手元にいくつもありますよね。これをを同じものをですね解いて でその際にですね自分がどこで間違えやすいのかということここに着目をしてください毎回言ってますけれどもケアレスミスが一番怖いんですですから皆さんはどこが自分がケアレスミスを記述においてしやすいのかということこれを不動産登記商業登記それぞれにおいて本試験の直前まで見つめ直していくということこれをすることによって本試験でですね ケアレスミスがなくなれば、本来の実力が十分に発揮することができるわけです。直前期において記述の力をですね。アップする方法はこれしかありません。是非頑張ってください。